ボンジュー、ピアリーニのパスカルとランです。今日は、楽しいボヤージュブーツをお見せします。私が履いているボヤージュブーツ、ちょっと注目していただいていいですか。はい、こちらのブーツは、はい、パスカルさん、こんなとこから出てきます。Voilà, le côté un peu magique, c'est le mot voyage. Magique のように、はい、トラベル用にバッチリです。Pour voyager, il faut les choses qui soient légères. とても軽くて。On a créé donc une chaussure qui est aussi une botte. シューズなのに、それがブーツにも生まれ変わるものを作りました。Que vous pouvez porter à n'importe quel moment. どんな時にでも、どんなお天気でも履けます。Chaud, qu'il fasse froid.暖かい時でも寒い時でも雨の時でも雨でない時でも。Donc idéal pour le voyage. で、ボヤージュの時に、あの旅に最適です。雨が降ったら伸ばしていただいて、こんな風に履きます。で、on peut la porter comme ça, on peut la porter comme ça. 短くしていただいて履いていただいてでも OK ですね。ルーズソックスのようにしていただいて、ルーズに履いていただいてもとっても可愛いんです。Là, l'avantage, c'est qu'on est sur une base de 240 grammes. 240 grammes.Donc sur l'ensemble de toute la collection. で、私たちのこのコレクションはカワイイワールドと言いますけれども、カワイイワールドという世界に11種類の、プリントがあるんですけれども、一つずつのプリントが、それぞれのプリントが、旅に出かける楽しい思い出になっています。パリカワイイはパリの柄になっています。ニューヨークカワイイはニューヨークの柄になっています。パリ、オンバレリン、パリのこちらはバレリーナシューズですね。こちらはニューヨークのバレリーナシューズ。Pour le chien, nous avons aussi le kawaii dog. Kawaii dog もそちらに出ていますけれども、こちらはイビザのプリントですね。私のワンピースと同じです。こちらのバッグも同じです。Et toujours avec à l'intérieur donc la kawaii girl qui se. で、そのプリントの中にカワイイガールがいます。で、カワイイガールが世界を旅して、それぞれの。都市に行っていろんな旅の、楽しい思い出をみんなと共有するようになっています。そしてパスカルさんのメッセージは、この商品を持ったり、着たりした人が本物のカワイイガールになるっていうことです。ビルチュエル qui devient humain、バーチャルから、リアルに変わりますね。それはそのものを着たとき、身につけたとき、リアルに変わります。Sachant qu'à la base, on est kawaii à l'intérieur. 女の子は何歳でも中に可愛いがいるわけですから、今お客様では11歳から80歳の方まで、可愛いものを求めてお店に来ていただいてます。Les idées sont françaises, on fait fabriquer un peu dans le monde, mais là, ce sac-là particulièrement est fabriqué au Japon. アイディアはフランスベースにいろんなところでものづくりをしておりますけれども、このバッグに関しては、これはメイドインジャパンのものです。日本のバッグ職人が作ったものですね。では、ようこそかわいいワールドへ。Bon voyage! Bon voyage! Merci, à bientôt! Au revoir!